こういうサイズの依存症は初めてですこういう依存症先輩の皆さんの上に立場を上げ始めて込んでいただきます、はいはい、ということで、今年はですね、去年はね、原稿無支給が54回3分の1すごい人がいましたけど、今年は3分の1の人がありました。皆さん聞こえますか？83ぐらい走りますけど、徐々に
ね、ありますよね。いいですね。加速中央で。もう一度、キャプテンを話しているシーンが見受けられます。
企業秘密です。Thank you.
選手はまず外から提供されたグッズが出品されます。チャリティーの収益は全て東京都福祉保健局守ろう東京新型コロナ対策医療支援 FTP に使います。チャリティーは本日10時より夜の8時より球団公式ホームページで公開されますので、ぜひ皆様もご参加ください。皆様のご協力どうぞよろしくお願いいたします。新しいサービスのご案内です。本日から電子トレーニングカードスワローズトレカのサービスがスタートします。まずは本日来場いただいたお客様、入場ゲートでお配りしたチラシをお手元にご用意ください。ファッションが新しくなったこのチラシですね、この QR コードがあります。こちらを読み取っていただき、裏面にパスワードも書いてありますので、そのパスワードを入力いただきますと、本日の来場者限定特別カードがランダムで1枚アップロードできます。1枚なんで、よく考えてこの1枚1枚なんでアップロードさせてください。それでは早速当社のデザインを見ていきましょう。まず山田選手と村上選手のカードデザインはこちらです。おまず村上選手ご自分のトレーニングマークを変えたいと思いました。いい感じですね、かっこいいです ね、 ね名前が欲しいとした感じですね、山田選手が欲しいです。僕も欲しいです。自分のやつで欲しいですね。トレーニングに続いて奥村投手と岡田投手、そして佐久間のデザインがこちらとなります。佐久間も応援してくれますね。ここは佐久間にまとめてもらえます。このデザインがいかがでしたか。メルカリでメルカリですね、塩見選手のカードなんですが、デザイナーがどうしても決めきれなかったというデザインが2種類ありまして、お願いします。これが A が A3月25日金曜日、クロスヤボールでの阪神タイガース戦
で今シーズンの戦いがスタートします。ここ神宮球場では3月29日のジャイアンツ戦が初戦となります。今シーズンも連覇を目指す東京ヤクルトスワローズへの熱い声援をどうぞよろしくお願いいたします。人形ゆうちゃんのチャンネル登録よろしくね。